の先輩とヌーロボイムのヌーロンです。今回ですね、前の動画でひかりちゃんとコラボした時ですね、ここに卒業式で休んじゃったパターンで出してくんですけれども、対決した時ヌーロン負けたんですよ。500円対決でね。なんですけれども、今日は勝手に対決してみた。5回全部取ると8となりますね。ということでやっていきましょう。狙い手であるからです。これ2個取りしたい。もう初めから余裕を持っていこうね。パフェと何かわからないやつ、余裕を持って2個取ってこう安定してこうやるみたいな。ちょっと不安になってきたな。2個取りできないわ。1つも取れないんじゃね。これいけ、3つ取りいけそうじゃない。これくっつけたから逆にあと4回しかないんですけども、まあこれ3つ取れたらね、こう余裕を持ってこう行動できる。うん、あ、奥がダメだった。真ん中のやつは取れるかな。あ、さよなら。はい、もう負け決定しましたので、ヌーロン楽しんでいきます。やっぱひかりちゃん強いね。こちらタコになります。これね、ノエノね買ったんだけど紹介してないです。結構前です。下手くそだね。下手くそすぎ。今何も、あ、取れた。まあね、これもね2個取りできちゃうかもしれないからね、やっていくよ。このノエノは本当にこの台が下手くそなんですよ。ごめんなさいね。一つも取れないやないかい。はい、最後の100回ね。やっぱりね、前の動画見ていただいた方がいいと思うんですけれども、ひかりちゃんのコラボするとき、ひかりちゃんは焦げてるものが好き。やっていこう、唐揚げ。焦げ上げたものを取っていきます。なんかね、ひかりちゃんパワーが必要だからね、取れないかもしれないよ。かわいい唐揚げくんみたい。まあそれを多分イメージして作ったのと思うけど、濃い唐揚げ。はい、唐揚げあげてます。クレアゲでございます。クレーンゲームであげるクレアゲでございます。クレアゲ焦げるになりますね。はい、あげました。超低反発なんですよこれ、びっくり本当に。ということで、ノエノボロ負けでございます。前回でも負けておりますだけれども、まあね、あげたからとあげあげていたところも動画下にリンク貼っておきますのでね。なんで焦げたものが好きなのか気になると思います。その動画に撮ってください。それではキャベバイ。 I don't know my school is